僕の発明は世界一だからね。魔導融合炉、必ず完成させてみせるぞ。まさか様たとえ全てを犠牲にしようとも。ねえ。第6章、栄光の奇跡。恐れながら、ありがとう。Thank you.
な。ん？あの、ふーん、あのね、のようですね。趣味悪ぅ。よし、みんなも準備 OK だ。ありがとう、パッド。ムサカ、今日こそはみんなの声を聞いてもらうよ。プレジデントムサカは魔導融合炉開発のためこの国の人間たちに過酷な長時間労働を強いている。我々はプレジデントの奴隷じゃない。奴隷じゃない。よって我々はプレジデントムサカに早急な労働条件の改善を要求する。これ以上無茶な労働には耐えられない。まだやめてしまえ。鬱陶しい奴ら。逆らうとひどい目に遭うってことくらいわかるだろう。闇
やっと私たちの前に姿を見せたわね、プレジデント。シャリア、君には失望したよ。我が社の重責を担っている君がデモ隊を指揮しているとはね。なぜなの、ムサカ。一緒にこの会社を大きくしようって頑張ってきたじゃない。すごいことしようって努力してきたじゃない。やっているじゃないか、すごい。魔導融合炉が完成すれば世界が変わる。そしたら僕がこの世界を支配するんだ。そのためなら一緒に頑張ってきた仲間はどうなってもいいの。昔のあなたは誰よりも思いやりのあるリーダーだった。それが今は仲間を顧みることもなく、目的のためなら手段を選ばない。いつからそんな風に変わってしまったの。いつまでも進歩のない君たちの方が僕には理解できないね。そろそろ仕上げの時間だな。僕の頭脳に不可能などない。この天才の悪魔的発明で分子レベルにまで分解してやる。塵になれ。ねえ、
ねえ、え？ほう。そうね。うん。よし。ねえ、そうね。シャリア、ここの回路がおかしいみたいなんだ。設計から見直してくれ。確かにここでロスがあるみたいね。見直すわ。ああ、そうしてくれ。このクリスタル電池がヒットすれば燃料業界に革命が起きる。僕たちグランリーフが技術力でこの世界を変えるんだ。ええ、そうね。
あ。ねえ。よし。ええ。よし。よし。できた。ついに完成したぞ。魔導ステッキの完成だ。これがあれば誰だって魔法使いになれる。魔導ステッキがこの世界を変えるんだ。やったわね、ムサカ。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。みんなありがとう。あの頃は私も含め社員みんなとムサカの心が通じ合っていたはずなのに、どうしてこんなことになってしまったのかしら。はい。
ない。それが…はい。ねえ。ええ。よし。うん。ええ。よし。みんな、聞いてくれ。我が社が世に送り出した商品は立て続けに大ヒット。おかげで本日天高くそびえる我らが新社屋インテリジェンスビッグツリー完成の日を迎えた。今や社員数は31万5639名。我が社はもはや国家と呼べるレベルの存在にまで成長した。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。プレジデント部様、プレジデント部様、プレジデント部様、小さな部屋から始まったグランリーフが国家に匹敵する規模の巨大なタワーを建設した日、社員たちの労働環境と生活環境の両面を高水準なものにしたいというムサカが発案したものよ。初めてその話を聞いた時は無理だと思ったのに、ムサカはそれを本当に実現させてしまった。当時のムサカは誰に対しても笑顔を向けていたのに、あの笑顔、もう見ることはできないのかしら。それが…うるさい！よし。あのね。ん？ええ。ねえ。そうね。
よし。よし。ちょっと。
なあ。このクリスタル電池がヒットすれば燃料業界に革命が起きる。僕たちグランリーフが技術力でこの世界を変えるんだ。いつか必ず僕のセンスに時代が追いつく時が来る。その日まで僕は絶対に諦めないぞ。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。あの頃の僕はなぜ。ムサカ、これが最後のメモリスよ。お願いだからあの頃のムサカに戻って、正気を取り戻して。昨日徹夜で作ったんだ。世界最高のエンジニアが作ったものだ。君は絶対に気に入るよ。こんなの私の足じゃない。私は自分の足がいいの。こんなんじゃ私。シャリア、絶望するのはわかるよ。だけど僕たちはエンジニアだ。僕たちが持っている技術は人を豊かにする。苦しんでいる人だって人を救える。そんなことができるのが誇り高きエンジニアなんだ。そんな素晴らしい仕事を君はこんなことに負けてやめてしまうのかい。君が足を失っても僕が救う。もし僕が手を失ったとしても君が僕を救ってくれるんだろう。え、ムサカ、この足はただの機械じゃない。僕が魂を込めた僕自身だ。ありがとうムサカ。僕は社長だぞ。当然だ。このメモリスは。ムサカ、これを見て。今では技術が進み、人の足と見分けがつかないほどのものに交換することもできた。でも私は交換したりはしなかった。これは、この足は、あなたが私にくれた勇気だから。この足があったから私はここまで来られたの。あなたは優秀なエンジニアであり、心から信頼できる社長であり、私の大切な友達だった。そして誰よりも思いやりのある人間だったの。思い出してムサカ。全部僕は
僕は何をしているんだ。よかった、ムサカ。昔のあなたに戻ってくれたのね。ああ、すまなかったね。シャリアのおかげで大事なことを思い出すことができたよ。この揺れは？これはバルモディーン。なんと。何？あ？ねえ。そう。全スタッフに告ぐ。これより魔導融合炉の高圧縮チューブに全てのエネルギーを集中させるのだ。ですがプレジデント、それを行うと融合炉内の大出力エネルギーの大半は放出され、それが何を意味するかプレジデントが一番ご存知のはずでは。そう、魔導融合炉は臨界点を突破して停止。二度と再稼働することはないわ。あなたにとってあれは大事な夢だったんじゃ。かばうもんか。僕の夢なんかよりこの国を、国民たちを守ることの方がよっぽど大切だ。僕は社長なんだ。この会社を守る責任がある。今すぐ魔導融合炉の高圧縮チューブに全エネルギーを集中させろ。これは社長としての業務命令だ。了解しました。グランリーフ万歳。すごいや。Thank you.
オディーンは？
それでやっと。まだだ。僕にはわかる。自分の国を、人々を守るために。今ムサカは命がけで魔導融合炉と戦っているって。だから僕は逃げるわけにはいかない。絶対に逃げない。エヴァ、うわ、なんや、ごっついパワーが流れ込んで。行くよ、ポンゴ。君の本当の力をバルモディーンに見せてやるんだ。さあ。Thank you.
から。うそん、せっかくかっこええ感じの姿になっとったのに、どうして元に戻ってしもうたん。よっしゃ。ああ。これじゃあ、辞めるだなんて言えないわよね、プレジデント。プレジデントムサカ、僕は、二の国すべてを平和な世界にしたいんです。それには、あなたの協力が必要です。どうか力を貸してもらえませんか。まあいいけど、報酬はたっぷりいただくよ。僕はプレジデントなんだからね。約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。邪神ゴーラの復活を止めるか。はい、そのためにいろんな国と約定を結んできました。なるほど。では残るはゴロネールだね。しかしあの国は君の。覚悟は決まっているって顔だね。私は全権を握るプレジデントだ。グランリーフは君たちの力になるよ。ありがとうございます。ではシャリア、早速彼らに同行してくれるな。プレジデントの仰せのままに。いいんですか？シャリアはこの国でも特に優秀なエンジニアなんじゃ。だからこそだよ。中途半端なエンジニアをよこしてはグランリーフの恥だからね。というわけだからよろしく。機械のことで困ったことがあったら何でも私に頼ってね。爪楊枝から飛行船までエンジニアとして思う存分腕を振るわせてもらうから。エヴァンはムサカを魔晶器から解放し、グランリーフと同盟締結を果たした。さらにシャリア・ブラッケンという新たな仲間も加わった。
彼女の持つ技術はエスタバニアの発展に大いに役立つだろう。これでブラハバンの約定を取り付けていない国はオロネールだけとなったのだ。ポンゴがいよいよ力を示したんだね。うん、驚いたよ。ポンゴがあんな風になるなんてね。なんかイメージと違った。これでグランリーフも安泰だ。うん、今のプレジデントムサカならたくさんの人をいい方向に導いていけそうだね。グランリーフの人たちもお互いに信頼し合って強い絆で結ばれているし、きっともう大丈夫。僕もあんな風にみんなに信頼される存在になりたいけど、まだ先は長そうだ。エヴァンはエヴァンなりにやっていけばいいんじゃない？世の中にはいろんな王様がいていいと思うんだ。そうだね。ところでエヴァン、自分が一番信頼している人に裏切られるかもしれないって考えたことある？え？そんな時、君はどうするのかな？